同じ内容。大した話じゃないが、ネットやり始めた初期の頃の話。にちゃんだったかどうかも定かじゃないが、匿名の掲示板で子供の頃の思い出を書くスレみたいなのがあった。それでスレの流れから、似たような思い出があったので書き込んだ。まあ内容自体は大したもんじゃなく、子供の頃の他愛もない内容。でも書き込んだ後に掲示板を見たら、同じような投稿が続けて出てきた。二重投稿でダブってしまったのかと思ったが、よく見ると内容は同じでも細部が微妙に違う。書き込んだ人は俺の幼馴染だった。同じ思い出を共有してたから書き込むことはあったとしても、ほぼ同時間に同じスレに書き込むなんて、ありえない偶然に驚いたな。その幼馴染とは今でも年賀状程度の付き合いはあるが、しばらく会ってない。夢で見た電話番号。ありえないような、不思議な話なんですけど。私はよく夢を見るので、いつも起きたらすぐメモする癖をつけてます。後で、夢占いのサイトで自分の夢を占ったり、夢の場所を調べたり、暗い趣味の持ち主です。で、まだ忘れられない出来事があるんですけど、2年前くらいかな、夢を見ました。女の人と遊んでる夢です。顔ははっきりと思い出せませんが、雰囲気は綺麗な人の記憶があります。すごく幸せというか、心地よい感じは今でも忘れません。経緯は忘れましたが、綺麗な森林に囲まれた場所の真ん中に温泉があって、二人で入ったり、地下ショッピングモールみたいな場所で、買い物したりしていました。あそこには、何があるよとか、あそこ、すごく面白いとこだよと色々教えてくれて、親切な人でした。楽しい時間を過ごしていると、なぜか私は悲しい気持ちになってきたんです。もう、時間だって思ったんですよ。私は、ここから離れるのが嫌で嫌で、ずっとここにいたいんだけど、と言ったら困った顔で、ここには入れないよ。って言われました。私は、番号を教えてって言ったんですね。もう、やけくそでしたよ。彼女は携帯の番号を渡してくれました。090…××。目が覚めて、私は覚えてるうちにと、番号をメモしました。で、その日の夜に、親に夢の話をしました。お酒を飲んでたのもありますが、電話してみようと話になって、もし男の人が出たら間違いでした、で終わらせようと電話しました。3コールくらいで電話に出たんです。もし。で、電波が悪い感じでした。電話に出たのに驚きましたが、酒の力でもしもし、俺だよって返したら、もしって、まだ言ってるんですよ。あ、電波悪いから聞こえないのかなって思って、久しぶりって言っちゃったんですよ。そしたら、久しぶり、待ってたよって言ったんです。スピーカーにしてたので、私も親も驚いて互いに顔を見合わせました。親からしたら、なんだ、知り合いかと思ったと思いますが、私はテンパってしまって、あの、って言って電話を切りました。知り合いだったんじゃないかと、その場は終わりましたがどうも腑に落ちず、夜中にもう一度かけてみたんです。すると電源が入っていないためとなったので、やはり電波が悪かったのと、たまたま会話が一致したのかと、その日は寝ました。次の日に、しつこいようですがもう一度電話してみたら、おかけになった電話番号は現在使われておりません。と、なりました。あれは何だったのかなと、今でも不思議です。化け物とドア。高校時代の友人が体験した話。仮に佐藤とする。佐藤は隣県から僕の地元の高校に通学していた。仲は良かったが、あまり自分のことを話さない性格だったので、よくわからない奴だった。2年の夏休みに佐藤は、佐藤の地元の友人たちとバーベキューをやったらしい。佐藤の地元はど田舎で、田んぼと川くらいしかなく、民家もところどころに固まってあるくらいだ。6人ほど集まって原チャリで食材などを、騎乗という場所に運ぶ。騎乗とは、川の水を汲み上げて田んぼに供給するための一辺10メートルほどのコンクリート製の施設だ。そこは民家から相当離れていて、夜中騒いでもわからない場所らしい。夜の12時を回りバーベキューも一段落し、みんなで騎乗の屋根に登り、寝そべりながら話をする。
ふと佐藤が気がついた。お調子者の田中が全く話に入ってこない。佐藤は、これはまずい、と思ったらしい。田中はいわゆる霊感があり、いつもはふざけているが、何かを感じると別人のようになる。突然、田中が、やばい。と、ぼそっとこぼす。周りがどうやばい？と聞くと、幽霊とかじゃない。化け物だ。という。すると一人が、あれ？と指を指す。その先には人が一人。なぜかその人が暗いのによく見えた気がしたらしい。その人はボロ布のような服を着ていて、なぜか鳥を持っていて、立ったりしゃがんだりしている。佐藤や友人たちが何も喋れずにいると強烈な耳鳴りが。これは田中が何かを感じると、周りの人に耳鳴りがするためらしい。佐藤も今までに感じたことないくらい強烈な耳鳴りだったので、ヤバさが尋常ではないとわかったらしい。見ていると、いつの間にかボロ布の人の周りにもやがかかっている。それはだんだん形になっていき、もう一人が完成する。しかし人ではなかった。角がある。羊？ヤギ？よくわからないがくるくると曲がっている大きな角だ。ボロ布と角が話をするかのように距離をとって向かい合っている。佐藤は冷や汗が止まらず、唾が何倍にも濃縮されたように口が苦くなっていく。すると突然、ジェットコースターに乗った時のような内臓がふわっと浮く感覚と、次に頭に空気の矢が貫通する感覚に襲われた。ボロ布がこっちを見ていたのだ。そこから記憶がないらしい。気がつくと朝の5時になっていて、みんな気丈の屋根の上で寝そべっていた。みんなぼーっとして何も喋らない。佐藤は腕に痛みを感じ、見てみると500円玉くらいの火傷をしていた。バーベキューの時のものではない。するとみんなも腕に火傷をしていた。わけがわからないので全員一旦家に帰った。佐藤は風呂に入りながら考えたらしいが、何がなんだかわからない。数時間後、田中が佐藤の家に迎えに来て友人たちの溜まり場へと向かった。溜まり場にはもうみんな揃っていた。佐藤が田中に、あれは何だったんだ？と聞いた。あれは絶対に幽霊じゃない。そもそもジャンルというかスケールが違う。でかいんだ。わかんないけど、化け物だよ。そんな話をしているとき、一人があれ？あれ？と目をこする。やばい。なんか変なものが見える。ゴミかな？すると別のやつが、俺も。他も、全員が見える。目を凝らすと頭の上にいくつもドアが見える。そのドアを開けようとイメージしても開かなかったらしい。佐藤たちは、夜あったこと、ドアのことは誰にも言わないということにした。数日後、ある一人が佐藤たちを呼び出した。ドアが開いたというのだ。いわく、知り合いとトランプをしたら相手のドアがちょっと開いて、どんなカードを持ってるかわかった。とのこと。その後、佐藤もバイトの店長にトランプを持ちかけドアが開いたという。未だにさっぱりわからないが、僕自身も佐藤を通していろいろと体験している。告示。先日、知人に勧められシャレコアのまとめサイトを読んでいると、ある話で腰を抜かしそうになった。その話は、化け物とドア、という題名で暇だったら読んでほしい。バイト先の同僚 A 君がその話に出てくる人物と告示している。A 君とは仲が良く、しばしば遊んだりしている。ある時、酒を飲んでて酔っ払った A 君は、トランプをしようと持ちかけ、簡単な賭けをした。まあ乾杯したんだけど負け方が奇妙だった。ゲームの内容が、僕が選んだ1枚のカードが7より上か下か。A 君が言い当て、間違えれば僕の勝ち。何回か負け続けて僕は考えた。7引けば勝てんじゃね？と。カードは僕が好きに選んでいいルールだったので、7を選んだ。すると A 君は、7と即答。次も7を選び、A 君即答。さすがに3回連続はないと考え、また7を選ぶ。しかし即答。この時点で気持ち悪かったが、1を選ぶ。A 君、1と答える。したって言えばいいんじゃね？と突っ込むと。つい、うっかり。と笑う。その帰り A 君は種明かしを教えてくれた。正直言うと、心が読めるんだ。ずるいけど、君の頭のドアが見えるんだ。それを開けるだけ。その時は笑って流していましたが、問題はその後です。
次の日 A 君と電車に乗り、降りると外国人のおばちゃんに話しかけられた。英語だったので焦る A 君と僕。なぜか A 君に怒ったり、悲しんだり、まあ感情豊かに話していると、おばちゃんの付き添いの日本人の女性がやってきて、訳してくれた。この人が言うに、あなたは悪魔が寄り添っているって。しかも結構悪い奴が。で、除霊？悪魔払い？押してやるから、でさ。という話。で、俺を置いて3人で喫茶店へ。20分くらいで付き添いの女性が来て話してくれた。彼にはデフなんたらの悪魔がついていてやばいらしい。下手したら死ぬし、子孫が大変なことになる。しかも彼の友人にもついてるって。君、大丈夫？あと、同じような人が集まったら手がつけられなくなるってさ。僕、あぜん。さらに。黒魔術はマジでやばいから。あと、彼、先長くないって。と言われた。A 君が帰ってくると。あのババア危険だ。フォークで刺しやがった。と腕をめくると、500円玉くらいの火傷の跡が血だらけになっていた。A 君曰く、高校時代にある不思議な体験をした。それから不思議な力、心が読める、がついて、変な夢を見たり、変な人に絡まれるとの話。終わり。